アッシュは妙なところで潔癖だ。この計画が外郭の住人を消滅させるとしても、シンクを監視につけましょうか。そうだな。 してくれてありがとう。お前のことを少しだけ分かった気がする。<笑>あなたにお礼を言われたの初めてだわ。そうだっけ。二人が仲良くなって嬉しいです。別にそんなんじゃねえって。ああ、ところで何を取りに来たんだ。フォニム学の本よ。 あなたに必要だと。なんで？あなたは超振動を制御する術を学ぶべきだわ。超振動。そうだな。ユリアロードは会議場の右側よ。 ティア、どうしてアッシュと一緒に行かなかったんだ。どうして行かなければならないの？アッシュについていく理由はないわ。それはそうかもしれないけど。私は大英士モースの命令で第七布石を探していた。結局アクゼルスのものは偽物だったわ。報告の必要があるにしてもアッシュは関係ない。ましてから彼は兄さんの部下よ。 迂闊に信用はできないわ。ああ、それじゃあうぬぼれないで。あなたのためでもないわ。おじい様に私の今後の行動を相談しようと思っていたの。その前にあなたが目を覚ました。それだけのことよ。ああ、そっか、そうだよな。でも今あなたと一緒にいるのは あなたが本当に変われるのかを見るためよ。しっかりして。うん、分かってる。俺、やれるだけのことをするよ。
この道を開くと、パダミア大陸にあるアラミス湧水道につながるわ。あそこは魔物の巣窟だけど、準備はいい？ああ、いいよ。僕、ドキドキするです。大丈夫よ、ミュウ。さあ。いきなり水の中かよ。大丈夫、濡れたりしないわ。どうなってるんだ。セフィロトが吹き上げる力で水が弾かれるらしいわね。セフィロトか。大陸を浮上させるなんてすげえ力だよな。俺、そんなすげえものを消滅させちまったのか。落ち込んでいても何もできないわ。そうでしょ。そうだな。それよりできることをやるんだった。ダメだな俺。すごかったですもん。はあ、突然水の中に放り込まれた時はマジ焦ったな。セフィロトを利用してって言ってたけど、どういう原理なんだ。使用している私たちも原理がどのようになっているか理解しているわけではないの。このユリアロードのように創世歴時代の不術や恩義感はたくさんあるけれど、その原理は完全に解明されていないわ。そうか。創世歴時代ってのはすごい時代だったんだろうな。そうね。当時の技術の大多数はユリアが開発に関わっていたそうよ。ってことはこのユリアロードもユリアが開いたと言われているわ。だからユリアロードなのね。ミュウもユリア様はすごい人だったって教わったですの。そっか。俺ユリアのことなんて興味なかったから、全然知ろうともしてなかったな。これから知っていけばいいと思うわ。少しずつでも。そうだな。ようやくお出ましかよ。待ち。へえ、髪を切ったのか。いいじゃん、さっぱりしててさ。足とつながってた時に見た通りだ。ガイは俺を待っててくれた。ガイ！どうした？
俺ルークじゃないから。おーい、お前までアッシュみてえなこと言うなっつーの。でも俺レプリカだよ。いいじゃねえか、あっちはルークって呼ばれるのを嫌。もらっちまえよ。もらえってお前相変。そっちは随分卑屈になっちまったな。卑屈だと？卑屈だよ今。せっかく待っててやったんだからもうちょっと嬉しそうな顔しろって。あ、うん、ありがとう。ルークがありがとうだって。彼変わるんですって。あなたは変わらない。ルークのやつ、なんか感じが変わったな。そうね、そうかもしれないわね。ルークにとっては人一倍辛い事件になっちまったからな。アクゼリスのことも、バン・ヨウショウのことも。でも、本当に変われるかどうかはルーク次第だわ。これからの彼を見ていれば、いずれわかることよ。変に考えすぎてへこまなきゃいいが。ガイがいるじゃない。理解してくれる人が。君もいるしね。そうね。さあ、
そろそろ行こうか。え。どうして俺を友達だろ。あ、俺下僕だったわ。悪い悪い。俺はレプリカだぜ。お前の主人じゃ。別にお前が俺のご主人様だから仲良くしてたわけじゃないぜ。え、ま、お前はお前。あし、レプリカだろうがなんだろうが、俺にとっての本。なあティア、テオドールさんは。アクゼルス崩落がスコアに読まれてたって言ってたよな。ええ、おじい様は知っていたようね。ならもっと先のことも聞いておけばこれから役に立ったんじゃないか。それはどうだろうな。スコアに書いてあることを知ったところで結局避けられないんだったら余計に辛いだけかもしれないぜ。そうね、おじい様も私のことを気遣ってアクゼルスのことは教えてくださらなかったようだし。そうなのかもしれないけど、それにおじい様はセントビナー崩落はスコアに読まれていないっておっしゃっていたわ。それなら私たちの行動には役立たないかもしれない。そうだな、崩落しないかどうかはその時になるまでわからない。ただ崩落の可能性があるなら放っておけないってだけさ。そうだな。よし、ともかく急ごう。さてとやりますか。妖刀強調波守りですガレン報酬です。調子に乗んな。お前さ、覚えてる？誘拐された後だからお前が生まれてすぐってことなのかな。何？なんかあったか？記憶なくて辛くないかって聞いたらお前昔のことばっかだから過去なんていらないってバッカだな俺。過去なんかいらないんじゃなくてないんじゃない？いや、結構真理だと思って。
辛かっただろう、いろいろ。そんなこと言えるかよ。俺のせいでみんな死んじまったのに。その一端は俺のせいでもあるな。お前は関係ないだろ。記憶がなくてまっさらなお前をわがまま放題、考えなしのお坊ちゃんに育てた一員は俺だぜ。覚えてなかった。つうか知らなかったお前の面倒を見たの俺だからな。マジ反省した。やられちまうからな。
アクゼルスのことどうつ難しいことだわ。ただ謝るだな。謝るってのも確かに大事なことだが、謝られた方困る。どうして。失ったものがでかいほど人は誰かを憎まずにはいられないんじゃないか。謝ったやつは気も晴れるだろうが、謝られた方ははいそうですかって許せないだろうし。生涯忘れることなく責任を負い続けることかしら。俺が幸せにならないこととか。そりゃ違うだろうよ。そうなのかな。だってそもそも俺は生まれるはずのない命だろ。そんな奴がアクゼルスを。ああ、後ろ向きなのはやめろ。うざいっての。ガイ、ルークだって真剣に考えて。とりあえず人助けしろ。残りの人生全部使って。できるわけねえだろ。んなことわかってる。それぐらいの勢いでなんかしろってんだ。ああ、わかったような、わかんないような。追加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 追
ジェイ。ああ、よかった。入れ違いに。大佐、どうしてここに？ガイに頼み事です。ここでルークを待つと言っていたので、さ、俺、イオン様とナタリアがもう。なんだって？おや、ルーク、あなたもいらっしゃいましたか。いたら悪いのかよ。いえ、別に。それより、モースに囚われた二人を助けた。近くにマルクト軍がいないので、ここはガイに助力を。まずいことって。アクゼルスが消滅したことをきっかけに、キムラスカは開戦準備を始めたと聞いています。おそらく、ナタリアの死を戦争の口実に考えているのでしょう。そうだわ。外国の人たちは、なぜアクゼルスが消滅したか分かって。イオン様もこれを警戒して、同志消息を発令しようと教団に戻ったところ、捕まったようです。よし、ルーク。二人を助けよう。戦争なんて起こしてたまるか。ああ、ダートへ行けばいいのか。まあ、そういうことですね。念のためお知らせしておきますが、ダートはここから南東にあります。迷子になったりして、足を引っ張らないようにお願いしますよ。ルーク、一度失う。分かってる。やれやれ、またあなたと行動することになるとはね。ごめん、だけど俺前みたいなことはしないと思う。そう願いたいものですね。まあまあ、このメンツはルークの最初の旅と同じだろ。ギスギスしないで仲良く行こうぜ。でもあの時とはあらゆる事情が変わってしまったわ。うん、ジェイドも弱ってる子供を威圧して楽しむほど人格ねじ曲がっちゃいないだろ。ま、いつまでも一緒にいなければならない義理もないですし、しばらくは我慢しましょう。だからギスギスすんなっつってるのにな。考えてみるとダートってところは世界で一番安全な場所なのかもしれないな。どういうことだ？スコアを取り仕切る宗教団体の総本山だ。まさか崩落するような土地にそんなものを建てるわけがない。そうですね。以前からザレッホ火山という核火山があるためにパダミア大陸は危険な土地だと言われていましたが、崩落がクローズドスコアに読まれていたならガイの言う通りです。そういえば外郭は本来の地表と離れているのに、なぜ火山活動があるのかしら。それは俺も気になってたんだ。そっか、外郭ってのは地殻部分だけを引き上げたようなもんだから、そんなことはありえないんだよな。それはセフィロトツリーと関係しているのではないでしょうか。あれが放出しているのはフォニムやセルパーティクルだけではなく、惑星の生命力のようなものも循環させていると考えるべきでしょう。ユリアは途方もない技術を考案したんですね。ユリアだけではありません。彼女の10人の弟子、それにサザンクロス博士もですね。
しまったわけじゃねえんだ。急げば止められる。でも戦闘ヴィランには行かないですの。そうだ、戦闘ヴィランも危ないんだ。ルーク、焦っても仕方ないわ。とにかくまずはダートに行って同志イオンとナタリアを助けましょう。でもダートの奴らってあのモースの言いなりなんだよな。一筋縄じゃいかないし、下手したらいろんなことが間に合わなくなるかも。教団は大英支派ばかりじゃないわ。同志派や中立の教団員は私たちの味方よ。大丈夫、焦らず、でも迅速に行動することが大事。そうだよな、分かったよティア。ダートに急ごう。知らないよ。そうな、ねえ、そうよ。あの教会にイオン様とナタリアが軟禁されているのね。戦争を食い止めることができる可能性を持った二人ですからね。モースとしてもダートから外に出したくないので。おじ上に軟禁のことを伝えたらいいんじゃないか。ナタリアは多分アクゼリスで亡くなったと思われてるはずよ。難しいわ。だな。それに陛下にはモースの息がかかってる。俺たち、アニスが教団の様子を探っています。町で落ち合えればいいのですが。アニスを探すしかねえな。彼女は結構行動派ですからね。下手に探すより待った方がいいかもしれませんね。でも戦闘ヴィランの時みたいにどんどん先に行っちまうかもしれないぜ。
アニスは不必要に先走ったりはしませんよ。あなたと違って。わかったよ。じゃあ窓。ルーク、闇にまで素直になったら大佐にこれからいじめられ続けちまうぜ。あ、いや、まあ先走ったのは事実だし。絡み方が前とは違うようですね。これだと私が悪者のようではありませんか。もう早くアニスを探さないとダメなのよ。さあ行きましょう。分かってますよ。ジェイド、頼みがあるんだ。どうしたんですか？改まって。ホニム学の本を読んで超振動の制御を勉強しようと思うんだけど、教えてくれないかな。お断りします。私はセブンスフォニムを使えませんから。じゃあ私に習うのが嫌なら別に。嫌だなんて言ってないだろ。こんなことする。静かに。ただ目を閉じるんじゃないの。聞こえるわけねえよ。耳で聞くんじゃないの。全身のフォンスロットで感じるの。耳で聞くわけではない。全身のフォンスロットで感じるのだ。全身のフォンスロットで感じる。そうだ、フォニムは音と属性の融合体だ。視覚できる。しかしフォンスロットはフォニム、つまり振動を感じられる。そこから体内に引き寄せるのが不術の基礎だ。わかりました。よし、では今日はここまでにする。ディアン、お前は筋に、さすが閣下の血を引くだけのことはある。ありがとうございます。だがうぬぼれる。お前が閣下の妹というだけで、言われなき誹謗中傷、愚かなことだ。承知しているつもりです。では、固い話をここまで。ティア、あなたに伴奏。総長はあなたの成長を楽しみにしているのよ。いずれはあなたを右腕にと考えておられるわ。しっかりご期待に応えることね。でも教官、私は兄さんの右腕は教官。あら、ありがとう。でも私はただ小賢しい知恵と記憶力だけでなんとかお役に立っているだけ。だから閣下のためにも、いいえ、何より自分のために、この先世界は乱れるのだから。はい、教官。聞こえる。
そこまで。今の感覚、内側から力が溢れるような、全身が震えるような感覚を忘れないで。それがフォニムだ。ああ、なんか掴めた気がする。始まったばかりよ。わかってるっつーの。ルーク、脈を見せてもらってもいいですか？あ、いいけど。うん、問題ないようですね。大佐、ルークに何か。完全同位体のレプリカというのは私も初めてなんです。今は存在が安定していますが、いつどのようなことが起きるかちょっと予測ができないものですから。俺おかしくなっちゃうのか？大丈夫です。元からおかしいですから。どういう意味だ？私も定期的にあなたの健康を気にするようにはしますが、あなたも自分で何か異変に気づいたらすぐ知らせてください。わかりましたね。うん、ありがとうジェイド。ルークが俺ですか？どうしてみんないちいち驚くんだ？それが日頃の行いってもんだ。行いですの。黙れ豚ザル。うわ、アッシュ、噛み切った。あ、
まった。なんでお坊ちゃまがこんなところにいる？てか後ろにいるのは大佐たち。うわあ、これってローレライのおぼし飯。けたたましい。アニス、とりあえずイオン様奪回のための戦力は揃えました。イオン様とナタリアは教会の地下にあるオラクル本部に連れて行かれました。勝手に入っていいもんなのか？教会の中だけならね。でも地下のオラクル本部はオラクルの人間しか入れないわ。侵入方法はないのか？何としてでも二人を助けないと本当に戦争が始まっちまう。っていうかもう始まりそうだけど。ティア、第七布石が偽物だったという報告はまだしていませんよね。私たちを第七布石発見の証人として本部へ連れて行くことはできませんか？わかりました。自治省の英氏トリトハイムに願い出てみます。トリトハイムってやつは中にいるんだろ？とりあえず行ってみようぜ。もう体は大丈夫なわけ？無理しないでずっと寝ててもよかったのに。おいおい、きついな。いや、言われても仕方がないよ。でも寝てるわけにはいかないんだ。何を言われても俺はやらなきゃ。あれ、なんか熱血君になっちゃったの？まあそんなことよりもイオン様とナタリアだよ。早く助けないと。そうだな、トリトハイムって人に会いに行こう。いえ、ルークが仕切るんだ。え？まあ、とにかく行こうぜ。イオン様、大丈夫かな？すぐ捕まっちゃうんだもん。もう、お姫様かっちゅうの。それだけこの世界において重要なお方だということよ。それは分かってるんだけど、あの性格も原因だと思うんだよね。ちょっとっていうか、かなり天然でしょ。まあな、いいように使われやすそうというか。どうしイオンは立派な方よ。それは確かに全く人を疑わない純粋すぎるお心をお持ちだけど。間違いなくボケ担当だよな。イオン様がボケならツッコミはアニスですね。四十漫才ですか。これは面白い。もうちょっと待ってよ、イオン様のことあんまり悪く言わないでくれないかな。おいおい、アニスから言い始めたことだろ。私はいいの。でも他の人が悪く言うのは絶対ダメ。今度やったら潰す。あ、おっかね。どうしたのかしら。そりゃあれだよな、大佐。ええ、愛ですね。愛？味ですの？イオンさんは何味ですの？アップルグミ味ですの？ローレライ教団味でしょう。すごいですの。誰かこいつらを黙らせてくれ。Thank you.
安の奴にはまだ連絡が取れないのか。申し訳ありません。総長閣下はベルケンドに視察に向かわれて。ようやくスコア通り戦争が起こせそうなのだぞ。こんな大事な時にあやつは何をしているか。大英氏モースは一足先にバチカルへ向かわれてはいかがでしょうか。仕方ない、そうするか。お送りします。イオンを探し出して回線を止めねえと。そうだな。
どういう経緯でイオン様とナタリアが軟禁なんてされてしまったの？アッシュのやつが私たちを送ってってくれることになったんだ。で、まずは私とイオン様をダートに連れてってくれたんだけど、そこで戦争が起きそうって話を聞いて、ナタリアが同志消直の発令を願い出たのです。そこで教会に向かったところ捕まってしまったようですね。ですねって、旦那は何をしてたんだい？タルタロスの陸上走行機能の復元をしていました。私だけなんとか逃げて大佐に助けを求めたんだ。で、すぐ教会に取って返して二人の行方を捜索したってわけ。アニスは大活躍だな。お坊ちゃまとは違うし。それでタルタロスの陸上走行機能はどうでしたか？ダメです。一部にクリフォトの泥が入り込んで部品がいかれていました。お、珍しく大佐は活躍しなかったんだな。私ばかり働かされても困りますね。さ、事情を飲み込んでもらえたら二人の救出を急ぎましょう。ここからどこへ行けばいいんだ？わかんないよ。しらみつぶしに探さないと。んなことしてたら見つかっちまうぞ。なるべく目立たないようにするしかないわ。そうですね。敵に見つかったら新手を呼ばれないよう確実に息の根を止めなければなりませんから。気が重いな。仕方ない。グズグズしてれば本当にまた誰かに恨まれるんだな。俺、大英氏モース、なぜこのようなことを。
コアにあるオールドラントの繁栄を願って行動しているのは確かなんだけれど。だからって戦争を起こしていいわけないだろ。スコアは守られるべきだと。私たちローレライ教団に属する者は教えを受けていたわ。オールドラントのほとんどの人々はスコアを守り生活することを美徳と考えています。それを踏まえるとモースの考えや行動も悪とは言えないですね。彼は誰よりも敬虔なローレライ教徒なのでしょう。じゃあ二人はこのまま戦争が起こってもいいと思ってるのか。もちろん戦争は回避すべきです。そしてそのためには早くイオン様とナタリアを救出しなければなりません。そうだな。ここのどこかの部屋に二人はいるはずだ。くまなく探そうぜ。ええ。なあ、ここってどういう施設なんだ？本部っていうからには相当な数のオラクル騎士団がいるんだろうけど。そんなこと聞いてどうすんの？お坊ちゃまには関係ないことだと思うけど。冷たいね。俺はただ今まで知らないことが多すぎたから。まいいや、一応教えてあげるけど本当は秘密なんだからね。本部はどっちかっていうとオラクルの影の部分なんだよね。一般の人が入れないのはここが軍隊色強すぎだから。オラクル兵士はだいたいみんなここで訓練するんだ。私もそうだったし、ティアもそうでしょ。いえ、私はリグレット教官がユリアシティにいらしてくださっていたから。え、そうなの？やっぱ総長の妹だからなのかな。まあいいや。あとは寄宿舎なんかもここにあって、下っ端の兵士さんたちはここで寝泊まりもしてるんだよ。ねえ、こんなもんでいい？ああ、十分だよ。ありがとう。はあ！ルークにありがとうって言われた。最初は驚くよな。ま、悪かったな。
断を選んじゃいられないんだ。このドラを叩けば出てくるとはなかなか律儀ですね。集合の合図ですから当然です。でもこれはいたずらのしがいがありますよ。オラクル騎士団は秩序を守るローレライの騎士です。そんな子供みたいなことをする人はいませんか。でも今だってドラを叩いておびき出しておちょくって似たようなものですよね。はーい、むしろ楽しんでやってます。楽しいですもん。これはいたずらではありません。敵をおびき出すための作戦の一つで。命令もないのに不必要に叩いてオラクルたちを混乱させる、楽しいいたずらです。確かに命令はありませんが、それはやっぱりこれっていたずらなのかしら。青春の憂いですね。若いうちは大いに悩むことです。無理やり悩ませといてよく言うよ。
戦だな。
手段を選んじゃいられないんだ。手段を選んじゃいられないんだ。敵への技持ちたくないから。
抵抗しない。 手段を選んじゃいられないんだ。 Thank you.
きましょうか。手段を選んじゃいられないんだ。
やられちまうからな。アッシュじゃなくて悪かったな。誰もそんなこと言ってませんわ。ヨン様、大丈夫ですか？怪我は？平気です。皆さんもわざわざ来てくださってありがとうございます。今回の軟禁事件に兄は関わっていましたか？バンの姿は見ていません。ただ六人将が僕を連れ出す許可を取ろうとしていました。モースは一周していましたが、セフィロトツリーを消すためにダート式封じを解かせようとしているんだわ。ってことはいつまでもここにいたら総長たちがイオン様を連れ去りに来るってこと？そういうこった。さっさと逃げちまうぜ。
ひとまず町外れまでで大丈夫だろう。この後のことは逃げ切ってから決めればいい。なら第四石碑だっけ。あれがあった丘まで逃げようぜ。成り行き上ではありますけどね。これもローレライの導きなのでしょうか。そうですわね。ユリアのスコアに関わるもの、各国の重要な立場の人間、偶然ではないような気もいたしますわ。これもスコアに記されていたりするのかな。そうかもだね。それにしてもルーク、髪を切ったせいでしょうか。ずいぶん雰囲気が違いますわね。そうか。あなたなりにいろいろと思うところがあったのかもしれませんね。ま、今更という気もしますが。人の性格なんて一朝一夕には変わらないもんね。アニス、ジェイド、僕はあなたたちの言っていることに素直にうなずけませんね。ルークはもともととても優しかった。ただ、それを表に出す方法をよく知らなかったのです。いいよ。これからの俺を見てもらえばいいんだからさ。そういうことね。さあ、こんなところでいつまでも立ち話は危険よ。行きましょう。本当に戦争を起こそうとしているなんて。ティア、その…何？言いたいことがあるならはっきりと言った方がいいわよ。あのさ、俺前にお前のことをスパイなんじゃないかって疑ってたよな。え、ごめん。ルーク、お前本当はモースのスパイなんかじゃなかった。いいのよ、私が大英士モースの部下なのは事実だから、そう思ってしまうのも無理ないわ。でも信じて、私はどんなことがあっても戦争だけは回避したいと思ってる。